今回、概要をですね、発表できる運びとなりました。改めて、関係の皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。遠藤お越しいただきました渡辺恵里会長さんをはじめ、日本劇作家協会の皆様に心から御礼を申し上げたいと思います。大分の古くから大津の要所ということで、戦国時代は大津の総理の時代に西洋音楽、西洋演劇、そして南蛮文化が花開いた土地でございまして、今もですね、演劇は大変、盛んなそういう文化を持った地域じゃないかなと思ってます。こういう文化芸術を持つパワーを、本州の街づくりにもぜひ生かしていきたいなというふうに思ってまして、いわゆるビッグネームの皆さんがその大分市に一堂に会してですね、演劇人、そして劇作家の皆さんが、日本劇作家大会2019大分大会を開催していただけると大変ありがたくですね、またこの大分からの文化の発信ということで、まあ、大変意義深いことであるというふうに考えております。多くの皆さんがまた大分に訪れていただきまして、そして、文化活動それぞれ交流をすることによってですね、まあ、大分の演劇界の皆さんにもしてまた、大きな刺激になり、そして、またこの大分の魅力を日本世界に発信する機会になっていただけると、まあ、大変ありがたいです。